はい、のち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは、こんばんは。 D のちザワイズです。今回は彼女たちの犯罪の第7話について話していきたいと思います。はい、彼女たちの犯罪ね、1話目はなんだかなと思ってたんですが、で2話目もなんだかなと思ってたんですが、この第7話に来て、まあ第6話ぐらいから、あれ、なんかこれ面白いなっていう感じになってきて、なかなか今の段階で面白い感じになってきたなと思いますね。この前田敦子さんと深川麻衣さんと石井杏奈さんのね、3人が繰り広げるドラマね、死にたい人と別れたい人とね、そのなんかね、条件があったなみたいな感じで進んでいったわけなんですが、でうまくね、その死にたい人が死んで、その死体が別れたい人に見せかけるのが成功したという感じだったんですが、あれ、これ死体違うんじゃないのみたいな感じになって、でなんとか DNA 鑑定したら、その違った人の、そのまた DNA だなという感じが出てきた、予想の人とも違ったみたいな。で、どうなったんだっていう感じだったんですよ。そしたら、死にたいと言ってた人と死んだと思われる方が、なんと、生きていたというね。なかなか面白い。今まではその身代わりになった人がこうバレないようにのドキドキ感でみんな生きてたんですけれども、したらなんとその人は生きてたっていうので、また面白いエピソードが乗っかってきたということでね、すごいね。あと、マイグマ勝也さん。マイグマっていう名前も初めて聞く名前だけど、いるんですね、そういう名前の人ね。本名なんですかね。芸名？本名。マイグマ。毎日の前にクマ。ね、マイグマ勝也さんもいろんな役やりますね。いい役から。今回の。ちょっと、なんだろう。旦那さんね、いろいろできる人なんだなとね、もっと出てきてもいいかなって感じありますけどね、いやー、深川麻衣さんがね、元乃木坂ということで、それもなんか自分の中ではちょっとびっくりっていう、あれ、昔からいた女優さんじゃないんだみたいな、なんかあれ、昔から見てたイメージあるなみたいな感じがあって、ちょっとびっくりしましたけどね。いや、最初はね、そのなんでみんなそんなビクビクしてるんだっていう感じはしたんですけどね、なんか基本ただの自殺なわけであって、だから警察とかにあんまりビクビクするのがちょっとよくわかんないなと思ってたわけですよ、私は。ただ自殺した人でしょみたいな。大したあなたたち別に殺しにね、なんか関わった、ね、崖から落ちたとかでもないし、ただ死にたい人が死んだって話なのに変だなっていう、ちょっと違和感はあったんですけど、だからそっちの面はまだちょっと自分の中で違和感あるのね。だからその旦那にバレないようにドキドキしてんのは分かるけど、警察とか来て別に
何したわけじゃないじゃんっていう感じなのから、うんって感じは、そういう感じはあったんですけどね。まあだからここに来てそういうんじゃなくて、実は生きてて、じゃあ死んだ人は誰なんだみたいな面白さがね、加わってきたなと。いやーこれ、最初の1、2話で見なくなっちゃった人多いんじゃないかなと思って。こういうのがあるからね、ドラマはね。1話目、2話目じゃ決めらんないなってとこもね、あるんだよな。でもこれも最終回まで行ってね、とんでもないつまんないっていうのあるかもしれないね。まあそんな感じで。だってさ、警部補大魔人なんかさ、見ました皆さん。何ですかこの最終回。全くスッキリしないし、何これ最終回の意味あんのみたいな。ね、そう思った人多くないですか、これ何、なんかにつながんの、そうなのかな。もうそれだったらそういうのって言ってやってくれよって。そういうのはね、ドラマ不信につながんの分かんないかなと思ってね。ちょっと怒りがありますよ、私は。そんな感じで。彼女たちの犯罪。なかなか面白くなってきましたよ、という話でした。私、D のチザワイズは、昨日、歌は続くよ、どこまでも、279回目を終え、なんだろうね、こう、ちょっと、こう、体が重いというかね、なんかぐったりしてるって感じありますけども、昨日はね、内山みゆきさんと、河合瑞希さんが新しく、ね、出ていただいて、新しい刺激をね、もらいましたね。まあ、特に、河合瑞希さんはね、前、シェイディードールズのトリビュートライブでね、一緒だったわけですけども。まあ、そんなに、長くは話したことなかった。今回少し話せてね。とても、いい人だなっていう印象で、そして音楽が好きな人なんだなっていうのを感じて。とても、人間的魅力がね、あるなと思いましたね。内山みゆきさんとはね、私初めて、話して。まあまあ、ちょっとしか話せなかったんで、まだね、あんまり、よくはわからないですけど、まあ、ライブ中のね、トークとかもしっかりできてね、素晴らしいなと、思いましたね。まあ、私は、皆さんにいただいた、仲間たちにもらった、フェンダーのアコスタソニックっていうので、しっかりちゃんとライブをやったんですけれども、自分の想像してたよりね、すごいいいギターでしたね。まあ個体差っていうのもね、ギターにはねあるんでね、私なかなかこれは当たりだなっていう感じがねしてます。そうだね、基本的にね、一本一本違うっちゃ違うんでね、怖いところであるんですよ、そのね。で、私は自分で調べて、買ったんではなくね、プレゼントでいただいたんでね、どんな状態かはちょっとよくわかんなかったんですけども、実際にライブやってみて、あ、これはちょっと、今後も使っていきたいなと、思う感じで。今までいろんな小杉ギター弾いたよりも、なんか自分が思った音が返ってくるみたいな。あ、これ、やっぱこういうの出るギターあんだな、みたいな。なんか、すごくね、気分が良くなりましたね。まあ、あとは自分次第っていうね、ところが、ありました。まあ、ライブ的には、まあ、まあまあ、のところまで行ったんじゃないかなかなっていうね。最後はね、ギターのヒロちゃんが入ってきて、ミルコにも歌ってもらって、私ギターただ一生懸命弾くっていう楽しい時間をね、
過ごさせてもらっちゃったんでね、うん、なんか悪いなって、誰に悪いなって思ってんだかよくわかんないんだけど、あの自分がねこう楽しみすぎちゃうと悪いなと思う癖がありますね自分は楽しいけどね、見てる人どうなんだっていうね、うん、そういう時はありますね、うん、まあいろんな日がありますよね自分はダメだったけどお客さんがすごい良かったって言ってくれれば、それはそれで結構良い一日だったりね、うん、まあこう昔と違ってなんかそういうアンケートとかもねないしね、うん、周りの人も別にそんなに何も言ってくれないんでね、毎回いいんだか悪いんだかわかんない、うん、なんかちょっとでもね言ってくれる友達を増やさないとなと、うん、あそこ悪かったよとか、あそこちょっともうちょいした方がいいんじゃないとか、あそこ良かったよとか、うん、どっちもないっていうね昨日はなんかギターに関してはあ結構いいねって言ってくれる人もいたし、うんうん、まあまたその理想の音とは違うって人もいただろうしね、うん、でもまああんまり何も言ってくれないから、うん、だから皆さんうん、こっそりでいいんでね、うん、感想をね毎回いただけるとやる気が出るんですけどね、うん、あんまり何にも言ってくれないよねみんなね、うん、たまに言ってくれる人いると嬉しいね、はい、そんな感じで、やっぱなんだろうね、評価が欲しいんだろうね、うん、あ、まあそんなことで、そんなこんなで、チャンネル登録もいただけたら嬉しいな、グッドボタンも押してくれたら嬉しいなと何年間もやってきて今思いますね、うん、まあただこうやってやってるのも自分のためにねいいなっていつも思ってるんですけど、こう評価もねあるといいなっていうね、うん、まあこのね動画に評価も何もないんで、ただボソボソ喋ってるだけなんでね、はい、まあそんな感じでね、今日もありがとうございました。昨日もありがとうございました。それではまた。バイ。